リアーチェはイタリア共和国カラブリア州レッチョカラブリア県にある人口約2300人の基礎自治体。1972年に村の沖合から発見されたリアーチェのブロンズ像が知られている。またこの村は地域再生のため難民の積極的受け入れを進め、その取り組みはリアーチェモデルとして知られている。列ッカラブリア県北東部のコムーネで損益は 東南で、イオニア海に面する。リアーチェの集落は、海岸から5キロメートルほど内陸にあり、ビボバレンツィアから南東へ44キロメートル、州都カタンザーロから南へ55キロメートル、県とレッジオギカラブリアから東北東へ80キロメートルの距離にある。レッジオカラブリア県外略図隣接コムーネ隣接する、コムーネは以下の通り、 フィースト・オブ・セインツ・コスメス・アンド・ダミアン・リアーチェは、リアーチェのブロンズ像で知られている。1972年に発見されたこれらの像は、古代ギリシャ彫刻の戦士の像である。リアーチェのブロンズ像は今日、レッジョ・カラブリアの国立マグナ・グラエキア博物館で展示されている。リアーチェは、2010年代半ばからのヨーロッパ難民危機の中で難民に対する、 先進的な取り組みを行ったことで世界的な注目を受けた。村の活性化や村の学校の廃校回避のために難民を受け入れ、およそ1800人の住民のうち、およそ450人が難民である。村長のドメニコルカーノは2010年のワールドメイヤー賞で2位となった。彼はまた、フォーチュン氏で2016年の世界の最も偉大なリーダーの一人に選出され、 リストの40番目で取り上げられている。ルカーノはゴミ処理契約をめぐる不正や難民がイタリアに滞在しやすくするために婚姻の手続きを簡略にした権利で逮捕され自宅難禁下に置かれている。ルカーノの名優であるテスファフン・レムリムもまた捜索を受けイタリアへの居住の権利を失うとみられている。ありがとうございます。